位者先着10組には缶マッコリ1ケースをプレゼントします。またですね、あなたが考えたマッコリを使ったカクテルのレシピ募集も行っています。例えばマッコリ150ミリにマンゴージュース100ミリを加えたマンゴーマッコリは、マッコリの甘酸っぱさとマンゴーの濃厚な甘みのハーモニーが何とも言えないなど、ジンママッコリの自分だけのお気に入りの飲み方教えてくださいね。カクテルレシピの優秀作品を応募してくれた方には、ジンロマッコリ1ケース1リットルが15本入ったケースを差し上げます。参加できないという方はこちらのマッコリカクテルのご応募だけでも OK ですよ。もちろん優秀カクテルは当日のパーティーでお出しする予定になっています。ジンロマッコリプレゼンツサイト911リスナーズパーティー、参加のお申し込みもマッコリカクテルレシピのご応募も FM 群馬のホームページからお願いします。代わって FM 群馬では今月29日土曜日、太田市藤屋部町の関東学園大学学園祭二松祭会場から公開生放送を行います。ゲストはマイケル・ジャクソンのそっくりさんマイコー・リョウ、そして蛍源氏、チェリーボーイ、オフィス北野の芸人3組です。放送終了後にはお笑いライブもありますよ。もちろん入場無料です。関東学園大直接ステージからお送りする公開生放送、ぜひ遊びに出かけてください。関東学園大、場所は国道407号飯塚町の交差点を西に1キロほど、電車なら東武伊勢崎線細谷駅から徒歩5分です。太田市藤屋部町の関東学園大学学園祭二松祭会場からの公開生放送、放送は29日午後2時から、お笑いステージは放送終了後午後3時10分からです。それでは予想サイトです。入場人数、今日は寝る日までんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日前日は朝から爽やかな青空が広がっていますが、その分放射冷却がかなり強まっています。最低気温は前橋で6度4分、草津では氷点下0度7分と、昨日の夜から今朝の間に今年初めて0度を下回りました。今日は広く高気圧に覆われるため、この後も晴れて昼間はたっぷりの日差しが届きます。夜は少し雲が多くなりますが、雨を降らせるような雲ではありません。日中の最高気温は前橋と桐生は18度、伊勢崎と館林は19度、伊賀上は15度、沼田は16度、草津は11度の予想です。南部では昨日と同じくらいですが、北部では昨日より4度前後も高くなります。風が収まって昼間は日差しのぬくもりを感じることができそうです。日が暮れるとぐっと気温が下がるので、上着でうまく温度調節をしてください。明日金曜日も秋晴れとなりますが、週末は少し雲が多くなります。土曜日は日差しも届いてお出かけを楽しめる天気ですが、日曜日は雨の可能性があるので、この週末外でのレジャーを楽しむなら土曜日の方がおすすめです。外でのレジャーも楽しい季節ですが、今日から読書週間が始まります。はい、読書週間とは今日から11月9日までの2週間にわたり、読書を推進する行事が集中して行われる期間です。この時期は読書にぴったりの陽気の日が多いですが、さらに本の種類によってちょうどいい気温があるんです。種類によって違うんですか？はい、そうなんです。例えば勉強したり仕事関係の少し難しい本を読むときは、部屋の温度はちょっと低めの18度がおすすめです。特によく耳にする図鑑即熱の形にすると集中力が上がります。逆にゆったりと趣味の本を楽しむなら20度から